俺の一番最初の、なんだろう、出現に期待してください。それが全てです。俺が自分からハードル上げてる。それにつきます。はい、今回ゲストでキャラメル役をやります、美穂です。今日セリフがあるシーンの台本をもらったんですけど泣いちゃったもうそれぞれのゲストさんいるんで見てください。泣いちゃった。6番シードさん20周年記念おめでとうございます。噛んじゃった。私は15周年記念から5年間一緒に皆さんとやらせていただけて、とっても楽しい劇団で本当に大ファンな劇団です。これからも30年40年と続けて私もちょこちょこ出れたらいいなと思ってます。おめでとうございます。あれ、声が遅れて聞こえるよ。こんにちは、松田伸之です。劇団6番シード結成20年おめでとうございます。何回も出させていただいて本当に私自身も楽しい、そして有意義な経験をさせていただいている劇団ですが、こうやって改めて20周年を記念する公演にゲストとして登場させていただくことに心から喜びを感じています。おめでとう。待って、もう一回会いたい。NG 劇団6番シードの皆さん20周年おめでとうございます。高橋飛鳥です。今回は日替わりゲストキャラメル役として出させていただきます。私は6番シードさんすっごく大好きで、今回こうやって日替わりゲストとして出演できるのがすっごく嬉しいので、こうやって皆さんの6番シードの輪の中に入れさせてもらうっていうこの機会をね、大切にして頑張りたいと思います。でまたぜひ次も呼んでくださいどこ撮ってるんですかバイバイ。20周年おめでとうございます。20周年といえば僕が20歳ってことですもんね。その6番シードさんも20歳を迎えたということで、いよいよまあ人間で言うなら成人ですよね。でもまだまだこれからですよ。まだまだね、大人の社会からしたら20なんていうのはわっぱですよ、わっぱ。これからも、ぜひやんちゃな劇団で見続けてください。まだ回る。何撮ってんだ、何撮ってんだ。